氷川ワキヨ復帰ライブに岩下久文氏が大興奮、ツーショットおねだりしたの、初めてよ。作家の岩下久文氏、63が20日、生放送の情報番組、5時に夢中。東京 MX に出演。氷川ワキヨシ、46、歌手活動再開コサート、17日、での記号感動記号を語った。 写真17日の復帰ライブで熱唱する氷川きよし、シ。ミッツマングローブ49に連れて行ってもらい、氷川のコンサートを見るのは初めてだったという岩下氏。約1年8ヶ月のブランクを感じさせず32曲を熱唱した氷川に、体力がすごいよね。スタイルいいしね、と驚いたという。幕愛、幕愛なしでず、と歌ってねえ。 それで全く歌声は衰えずに最後までと称賛した岩下氏はアンコールで歌われた日本語詞のボヘミアン・ラプソディについても大衆に響く歌い方今ドキーるじゃんなんか音楽性追求しすぎてて誰が歌ってるかわかんないみたいな歌い方の歌手があんなんじゃなくてみんなにわかる歌い方とすっかりヒカはファンになってしまったという 終演後には楽屋へ連れて行ってもらい、氷川と対面できたそうで、ツーショットで写真撮ってっておねだりしたの、初めてよ私氷川は、もう優しくて、これからよろしくお願いします、なんつっちゃって、笑顔でポーズを決めて、映ったんだけど、それはインスタには上げてないの。怒られると悪いから、と振り返っていた。